本ビデオでは外観検査の自動化を検討されている皆様の中でも農作物のように、えー、形や大きさそういったものがさまざまなものの中から意図するものだけを見つけるそんなプログラムを簡単に構築したいという方向けのビデオになります。今回はこの1を大きいものだけを選別するというような処理を行ってみたいと思います。じゃ左側にあるのがコードになりますけれども大体10行ぐらい。 書書かれれててておりまして皆さんに書いいいただくコードというのはこれで全てになりますで今画像の読み出しというところまで終わっているところなんですけれどもしかし、まあ、これで終わりと言いましてもいちごの部分を切り出したり大きさで分けるというような重要なアルゴリズムのところがまだ書いていないということになりますここからはコードを皆さんに考えて打っていただくということではなくてこのトラボの中の アプリケーションとといいいいうのを利用していきたいと思いますアプリケーションタブから進んでいただきますと画像処理関連のアプリケーションのアイコンが並んでいるところがあります。今回は色の色位置というアプリケーションを使っていきたいと思います。ここで画像を読み込み色相そして色の鮮やかさ明るさを表す HSV 空間での色位置の決定を行っていきたいと思います。 で今回、画像を見ていきますと背景が黒なのに対してイチゴというのは非常に色味が強いものになりますのでこの S に注目をしてまずステーショルドを決めていきたいと思います、まあ、そうするとこのようにこの S の敷地だけでおよそおイチゴの部分を切り出すことができます確認のためにバイナリーの表示をしていきますと、まあ、少しこの辺り 違うう部分がが残っっててしままいいいるというののございますので、この辺りはバリュー明るさを少し見ながら敷地を決めていきます。これによってイチゴの部分だけを切り出すということができましてこれをマスクとして使う場合にはエクスポートということでこのマスク自体を出力するということができます。 しかし今回はこれをもう直接アルゴリズムに使っていきたいということになるんですけれどもそのような場合には関数として出力するということもできますそうしますとこのように関数として出力されてまいりますで今回このマスクが必要になってきますのでマスクのところまでをコピーしまして このイチゴの部分の切り出しのアルゴリズムとして採用していくということになりますでマトラボの場合にはこのパーセント %2 つで囲まれているものがセクションとして区切られておりましてコンパイルなしで実行することができますのでここでこのセクションだけ今コピーペーストしたセクションだけを実行していきますここからは出来上がったマスクから大きなイチゴだけを取り出すと いう作業を行っていきますけれどもまたこちらもアプリケーションの中からイメージの領域解析というアプリケーションを起動しますこちらが先ほどのマスクを読み出した状態になりますここで左側にはこのようなマスクの画像が表示されまして右側には面積や長軸短軸といった測定パラメーターが並びますここで面積に注目していくんですけれどもまず正しく面積を得る 上で、えー、少しこう黒く穴が開いてしまっている部分がありますので穴の塗りつぶしというのをしましていちごの面積を正しく出せるように準備をしますそして今回こうエリアに対して、えー、見ていきたいのでエリアを中心に並び替えというのを行いますここ,でここで選択をしますとどれがこのオブジェクトと対応するのかというのを確認することができますここで、えー 大きさに対してフィルターをかけるということができまして、まず少しノイズのような形で残ってしまっているものがありますので、ここで数字を変えていきますと、ノイズの部分というのを削除して見るということができますし、今回は大きいものを選別したいということですので、大きい部分というのが例えば半分のところで切るとしますと、数値を 6000としてあげますとこのののよううに大きなものだけをを切り出したマスクというのを作ることができますここで作ったマスクをイメージとして出力することもできますけれどもここでもまた関数として出力していきたいと思います。そしてこのような形でコードが出力されまして面積が大きいものだけを取り出すというような内容になっています。ここで変数名を揃えるためにこの3文字だけ削除をしまして。 マスクのの編集の部分ををコピーをします。そしてこの大きさでソートと書かれている部分に貼り付けを行いましてここでもセクションの実行を行っていきますここでマスクの中に含まれているオブジェクトの数を数えるために BWLABEL という関数を用いていますまたあーマスク以外のところは全て黒く塗りつぶすと 操作でここのセクションも実行していきますとこのような形で大きいものだけを取り出すそして数も数えるといったようなプログラムが出来上がりました今回も自分でコードを打った量というのは大体10行ほどだったんですけれどもアプリケーションを合わせて使うことによってこのように簡単に 大きなイチゴだけを取り出し、数を数えるというようなプログラムを作ることができました。以上のデモで、マ、ま、トラボを用いて、さまざまな形、大きさがある農作物の中から、とした特定のものだけを見つけるプログラムを簡単に構築していただくことができるという内容をご紹介いたしました。 皆様もまずは今回のように画像ファイルを用いてどんなアルゴリズムが良いのかというところの検討から始まるかと思いますけれども最終的には外観の検査を行うという段階ではカメラを用いて画像の取得というのも行われるかと思います。マトラボではさまざまなカメラの利用をサポートしておりますので簡単に観測システムを構築していただくことができますし 出来上がったものを EXE やライブラリーファイルというような形でアプリケーションとして配布することができますので作ったアルゴリズムをすぐにシステム化してご利用いただくことができます。以上のようにま a トラボは統合的な開発環境として関係者にご利用いただくことができるというところの中で特にアルゴリズム開発についてこのビデオではご紹介いたしました。 行列演算が得意というマトラボの画像処理分野での優位性に加えて高度な画像処理の関数そして特にこのビデオの中のデモではどうしても時間がかかってしまう細かいパラメータの調整に色や領域解析といった GUI のアプリケーションを用いることによって直感的にアルゴリズムを選択していただくことができるという内容をご紹介いたしました。 以上ご紹介してきました内容はこちらの製品を用いて利用していただくことができます。サンプルもリンクよりダウンロードしていただくことができますのでぜひこれらの無料の製品評価版を用いて一度お試しください。